右にあるのか。ニューエヒトは芋を食べるのかという話でしょうか。お前の後を追って正解だったぜ。人類は上官の食糧庫からお肉取ってきました。バカって怖え。巨人に屈服してしまった。みんなに合わせる顔が。後でたっぷり軽蔑してやる。とにかく出すだ。すげえな。俺城壁都市って初めてだよ。いろんな美味しいものがたくさんありますよ。いっただけ。やっほーい、やっほーい。でも俺の天才君にはまだまだ。あの標的は俺が先。芋女。芋？もうみんな忘れたと思ってたのに。ひどいですよ。そうだ、サシャに謝れ。母ちゃんに会いたくてうずうずしてんのか。そうなんですか。なわけねえだろ。じゃあやめろ。二人ともこっちが多く標的を仕留めるか。あなたに料理の何がわかるというのです。そうだ、どうせお母さんに全部作ってもらってたくせに。そんなジャンボーヤに料理の何たるか教えてあげますよ。でけえな。ええ、でっかいです。しかもまだ新しい。ほら、獅子肉様のお通りだ。あ、ニックン、あ、ニックン、放心状態だ。これはいけるぞ。さあ、次はジャンの番ですよ。危機感のない状況で。何ができるんだよ。なんだっててめえ。馬もないのに先回りかよ。オーデルなら可能です。森を突き抜ければ。単なるバカか。まずい、許可だ。おいおい、あいつらがやんのか。夢のカードが。自分に聞いてみてくれ。巨人がどうやって人間を食べるのか。怖い、裏切りたい。もういいや、どうでも。いつまで生きてられっかな。とりあえずは生き延びたじゃないですか。とりあえずはな。よかったじゃないですか、生きてるんですから。死んだ奴らの遺体に向かってそう言えるか。やった、これで俺も賢明だった。こっから南行くと俺の村が近いんだぜ。私の故郷も近いですね。さあ、なんで帰っちゃダメなんだよ。夜に抜け出してやろうかな。私なんてまともな人間になるまで帰ってくるなって言われてるんですよ。俺はお前みたいなチビに兵士は無理だって言われてた。この辺りはクマが出るからだな。ええ、クマですね。クマなら南方からされてしまった。北の森に故郷があります。その辺りの地形は知ってます。あとコニーも。コニー、南に。早く中に入れてくれねえかな。きっと特別なご馳走が用意されてますね。何やってんだよお前ら。帰るぞ。早く帰ってご飯にしますよ。ほっといて。は？私に。野生動物じゃないんだから。なんだか訓練。おい、てめえこら。返せよ。なんで王家の旗がこんなにあるんだ。あ、今日って王政設立記念日じゃ。年に一回の特別配給がある日ですよ。ああ、ただいまより。人と戦うことになる。銃声です。は、ほら。兵長、足音です。そんなのを殴り倒して勇気取りか。尽くします。身だ。サシャ、コニー、煙に隠れながら戦う。出口を確保しました。アルビンも無事です。アンジさんとモブリットさんも。止め
メソメソしてから今鼻垂れがと思いましたよ。おい、こうでもしないと女王なんて、うん、なぜって二人はもうじゃないですか、うん、面構えっていうか。じゃあ俺先に行くぞ。え、もう明日は調整日だから朝から俺の村に帰ろうと思って。また何かわかるかもしれないしな。コニーのお母さんを元に戻す方法決してないわけじゃないんですよね。人間かもし…え、肉、何これ肉、マジかよ。ダメ、ふざけんじゃねえぞ、いもんな。やめてくれ、サシャ。俺お前を殺したくねえんだ。サシャ、その肉は何だ。分からなくなっちまったのか。けどこいつ意識ないのに動いてんだよ。やっと力尽きた。しかしこんなクズでも以前は人に肉を分け与えようとしてたんだよな。任せろ。エレンの家が私このバーカ変態大魔王コニー、今度は焼けたぞ。外装は残り3本だぞ。さ、でもやるしかありません。サシャ、ジャン、そんなと生存者を探してるんだが、まだ。うるさい。ユン、ショッピー、ずっとそ世界嫌なら食うなよ、エルディア人。お前らなんか、もうええよ。おい、リーゾン、サシャ、もう寝る。今はヒーズルからの回答を待つしかないからな。よくないですよ。あなたはバカなんですよ。え？え、じゃなくて、バカにそんな重要なことを任せられるわけないじゃないですか。え？バカには任せられないってお前が言ったんだろ。うん？お前は俺よりもバカなんだから、お前言ってることが矛盾してるんだぞ。え？え？この道も塞いだ。行くぞ、サシャ。コーニー、明かりを灯すことをお忘れですか。ああ、そうだった。ジャン、捕まれ。とりあえず俺たちはまた生き残った。他の仲間には悪いけど、やっぱりお前らは特別だよ。俺は今は生えたての髭を整えたりするような、つまりお前のことだ、バーガー。ああ、そうですよ。ヒゲなんか育てても食べられないのに。はあ？と、あ、サシャ、サシャ、おい、しっかりしろ、おい。サシャ、島まで耐えろ。サシャが死んだ。肉って言ってた。あいつにうまいもんいっぱい食わしてくれてありがとな、ニコロ。俺とサシャは双子みてえなもんだった。自分が半分なくなっちまったみてえだ。サシャが死ぬこともなかっただろうな。サシャが死んだ時エレンはどうしたと思う。涙を流したと思うか、悔しがったと思うか、笑いやがった。一体何がそんなにおかしかったんだろうな。サシャが死んだことのどこが。と聞かせやがって。あのバイタが死んでしょう。